愛知県の海で目撃されたのはいるはずのないペンギンがぷかぷか浮かぶ姿波打ち際でのんびりしているように見えますがこの時動物園から脱走中ペンギンはこちらの海岸でイベントの撤去作業中に行方不明になってしまったということです脱走したのはケープペンギンのペン

目撃情報が動画付きで入ったのですその姿はみんなの心配をよそに悠々自適場所は脱走現場から4 5キロも離れた海水浴場すぐに駆けつけると無事発見 ペンは外傷もなく状態も非常に良好だと言います。正直なところ言うと、本当かよって疑ったのが最初です。奇跡といわざるを得ない。生きた魚を取ったことがないという温室育ちのペンは、なぜ奇跡の生還を果たせたのでしょうか。カニか魚か何かしらを食べて生活してたんだなと思います。地点を聞かしたペンのそれなのか。 もしくは学習範囲内の餌が何かしらで得たときまた、ちょうど羽毛の生え変わりの時期で体に栄養を蓄えていたことも理由ではないかということです。